YouTube チャンネル挑む移住者たちの新企画、移住者さんと晩御飯。こんばんは、移住者さんと晩御飯パーソナリティの小添です。この移住者さんと晩御飯というポッドキャスト番組は、挑む移住者たちという YouTube チャンネルのポッドキャスト版の番組で、制作スタッフで地方移住経験がある私小添が、毎週さまざまな地方で暮らす移住者さんをゲストにお招きし、晩御飯を食べながら地方での暮らしについてゆるーくお話をしていくという内容になっています。 YouTube の挑む移住者たちでは、日本各地の移住者さんの暮らしに密着した動画を50本以上公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください。ポッドキャストでは、動画では伝えづらい内容や尺の関係でカットしてしまった話なども含めてお話を聞いていこうと思っています。収録はオンライン通話にて行っているため、一部音声が聞こえづらい箇所がございますが、ご了承ください。前回に引き続き、今回も北海道東川町でデンマークの大人のための教育機関ホルケホイスコーレをモデルとしたスクールフォーライフコンパスを運営している友田さんと安井さんの晩御飯の時間にお邪魔します。前回は北海道ならではの晩御飯の内容や移住前後の暮らしについての話をしていただきましたが、今回は移住後の働き方の変化や理想の年の重ね方についてたくさんお話を伺いました。それでは後編スタートです。今の仕事について学校作りをされてると思うんですけども、まあ、そもそもそのスクールフォーライフコンパスって何ぞやみたいなところですとか、なんか始めた経緯とか、どんなことやってるのかみたいなところをお話しいただけますか？はい、ざっくり簡潔に言うと、まあでも大人向けの全寮制の学校ですっていう形になります、うん、でモデルとしてるのはデンマーク発祥のホルケホイスコーレっていう、180年ぐらいの歴史を持つ結構伝統的な学校なんですけど、なんかもともとデンマークが民主主義みたいなところに切り替わっていくタイミングで、自分たちで町とかこう社会を作っていこうみたいなところを、まあ、啓蒙する場所としても成り立ちがありますみたいなところが成り立ちだったりするんですけど、余白っていうキーワードとか、こう今の社会とかって、まあそれ自体も素敵だけど、少しちょっと社会から離れたところで、まあ、もう一回その自分とか社会とかってどうあったらいいんだっけみたいなところを問い直す学校かなみたいなところでコンパスは活動してるっていう感じです。きっかけは本当たまたまさきちゃんと私が休みがあってデンマークに旅立った時にホルケに出会っていいねってなって作ったっていうのが、さらっと言うときっかけになってます。ありがとうございます。まあ、詳しくは動画の方で思ってるんですけど、今どんなことをやってるか、もうちょっと具体的にお話をしていただくとですね、1週間と1ヶ月と3ヶ月弱のコースがあって、それを運用してますっていう感じですかね。で今は生徒がいない時期なので、じゃあ来年のコースどうしようかだったりとか、来年から校舎ができることになってるので、なんかそれに向けてどうしようかみたいな話とかを主にしてる感じですね。ちなみに今まで参加された方とかってどういう人が参加されてる感じですか？年齢は本当に18、大学に入りたての人から60代まで多岐にわたっていて、なんかそれが混ざってるのがちょっと面白いところ、うん、でなんか共通してるのが、まあ、ただ唯一こうなんかこうこのままでいくとちょっと違和感出てきそうだぞみたいな、ところで、なんかそれはこうキャリアに対する違和感もそうだし、なんか社会とか自分が所属している組織に対する違和感とか、なんかそれぞれ種類は違うんですけれども、なんかそこに対してちょっと立ち止まって考えてみたいみたいなのが共通項ですね。でボリュームゾーンが25から35ぐらいの人たちがしていることが多いです。やっぱり何て言うんですかね、転職の第二新卒あたりだったりとか、まあそのライフステージが変わる方々が割と参加されてるっていう感じなんですかね。20代30代っていうことだと、そうですね。すごい気になってたんですけど、お二人が学校作りを
されるのがなぜ東川町だったのかみたいな。いや本当ね、うん、たまたま、たまたま知り合った方があの東川の人で、であのその人に会いに行くから東川行こうよって言って、さきちゃんも誘って一緒にいた時に、うんうんうん、それでいたいんですってその知り合いの人にあのお話したら、僕もフォルケ20年前行ったことあるんですみたいな話で盛り上がって、ね、そういう活動すごい素敵だから応援するよみたいなところですごいまた盛り上がって、トントントンっていう形で東川でやるっていう感じなので、なんか本当に、ね、市場調査をしたわけでも、なんなら東川町こんなに注目を浴びている町とも全く私も知らず、なんか東川でやることにしましたってあげたら、すごいいろんな人からいいね、なんか目のつけどころいいねって言われて、あ、結構注目されてる街なんだってその後知るみたいなぐらい、そんなに知らずにたまたまなんかいいなと思った人がそこにいらっしゃったので、今でもすごいお世話になってる、と、なんかそういう人のつながりからっていう感じです。素敵ですね。なんかその人のつながりとかっていうところで言うと、学校の授業の中とかでも生産者さん、何かの生産者さんに会いに行ったりとかっていう授業プログラムとかって結構やられてらっしゃると思うんですけど、その町内の人たちとのつながりとコミュニケーションってどうやってこう気づいていかれたのかなみたいなところ。でも私たちは結構運がよくって、一番最初に訪問した時からこんなことやりたいんですけどみたいな話をしたら、あ、じゃあこういう人がいるよみたいなのが紹介されて、でまた次に東川町に行った時にその人に会って話をしたら、あ、もまたこんな人がいるよみたいな感じで、なんかこう縁がつながってみたいな感じで、縁の広がりにあの授業を作る速度がついていかないぐらい、うん、面白い人たちがすごいたくさんいるっていう感じですかね。確かに東川町すごいなんかあの個性豊かな人たちいそうですね。なんかお二人の話聞いたらすごいです。みんなすごい個性的だし、まあ、個人事業主の人が多いんですよね。あの飲食店とか、ね、あのネイチャーガイドとか写真家とかクラフト作家とかっていう、もちろん会社員の方もいるんですけど、まあ、なんかそういうのもあって、多分ちっちゃい町でもある程度自分で授業ができないとあの回ってかないっていう時に結構尖ってる人たちも多いみたいなのは特徴で、それがゆえに私たちも授業が作り出しやすいし、なんか自分でちゃんとこうあり方とか生き方を作ってる人が増えてほしいみたいなところだと、あのそれのロールモデルみたいになる人結構いるので、なんかなかなか都会だと、あの東京とかだと会えないよう なんかちょっと不思議な人がいるので、それによって参加者とかも結構ググッと視野が広がって、あ、なんか思ってた以上に人生をもっと面白くできるかもみたいな感覚とかは、なんか長期のコースの大学生とかは特にそこでババってなんか視野が広がるから、その後それこそクラフト作家になるっていう子が数年後に出てきたりとか、もう少し新入に関わってみるって言ってみたりとかっていう、なんかやっぱかね、なかなか親とか、うん、いわゆる大学行っちゃうと、私たちもそうですけど、会社就職するっていうのが、まあ、無難だし、分かりやすい選択肢だったからっていうところから、なかなか抜けれないの時にこう抜けられるみたいなところは、すごい東川の面白いところな気がします。なんかすごい東川町めっちゃ気になり始めてきた私ぜひ遊びに来てください。いや、遊びに行きたいですね。東川町は北海道の全然遠くないんですよ。あの旭川空港から車で10分ぐらい。そうなんですね、はい、みんな遠いと勝手に思い込んでるけど、一回来ると私です、私とする人が多いのも、まあ多分それも人口が伸びてる理由の一つだと思います。なので東京出張めっちゃ行きやすいのと、私が普通に実家が帰りやすいっていうのも、越した感じしかしないっていうのも、そういうところにあるんだと思います。すっごい遠かったら空港からもうちょっと便だった気はします。いや、10分はちょっと意外すぎましたね、今話聞いて。ありがとうございます。ただあの次のちょっとトピックにあの移るんですけど、会社員時代ってどういう仕事をしていて、どういう働き方だったのかみたいなところを振り返って、今の移住前とまたかけ離れてるのかなって思ったんですけど、どうですか2人。さっきちゃん、ね、大変なことだった。私めちゃくちゃゴリゴリ働いてる。やばいよね、ちょっとレベルが私と違うんで。あ、そう、なんかあの動画では
もうざっくりこうまとまった形で放送っていうかあの動画紹介させていただいたのでなんかそこら辺のリアルみたいなところって本当に仕事してました。ずっと仕事してました。あ、例えばその1日のその仕事のスケジュールっていうと、うん、もう忙しい、基本的にもうあれですよね、はい、ずっと会社にいましたよね。で会社からバスで15分ぐらいのところに住んでたので本当そこの行き来みたいな感じで、であの仕事好きだったんですよ。なんかこうやらされてたっていうよりも好きだったし、なんかこう仕事仲間もそこにいる雰囲気も好きだったから、なんかそれは全然後悔はしてないんですけど、でも今考えるとすごい量働いてたなみたいな感じですね。あのなんていうんですか、仕事は好きだったけどもうそのあのえぐい仕事量だったっていうことですよね。そう、やっぱり厳しい環境だったっていうところもあったから、うん、それは自分に対してもなんか他人に対してもすごい厳しくなっていたし、うん、でそれを続けてるとあの怖い魔女になると思ったんですね、うん、だそこが結構大きな違いというか決め手で、うんうん、でなので、まあ、なんかこう食生活とかも、まあ、そんなにケアできないし、うん、っていう感じでしたね、東京でいるときは。やっぱなんか振り返ってどうでした、安井さん、今のこの暮らしと比べると。そう、あ、なんかあの時代だったからできたなっていう感じですかね。そう、なんか別になんか否定はするつもりはなくて、私の今の世代でもあのそっちに時間をかけてるみたいなところもあったりするので、なんかその時その時のフェーズとかなんかスタイルがあるなっていう風に思いつつ、なんかあの時はできたけど今改めてあのもう一回やろうっていう風になると難しいなっていう思ったりしてます。同感でしかないですね、うん、もうやっぱりなんか20代だからこそどんな仕事でもできたみたいなところは結構あるのかなって今の話聞いてて思って、まあ、言ったらあれですけど若さがあったからみたいな、うんうん、っていうのはちょっと私もあの20代その移住前の、はいはいはい、その前職の時の、 あの振り返ってみると何でもかんでもやっぱり吸収できたというか、うん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 、っていうのはあったかなっていうのは思いますね、うんうんうん、結構私はこう自分が幸せであるかかけるとか社会を幸せにできてるかみたいな、うん、こうこの2つが満たされているとなんか心地よいなみたいな軸があって、その時にどっちかが欠けてる、多分自分がなんか幸せじゃなくなってきてるだんだんっていう風に思ったタイミングで転職をしたりもしたので、なんかそれ聞いてトマタさんはどうですか。まあ、働いてたとは思います、たくさん、うんうんうん、あの楽しかったしっていう感じですかね、うんうん、新卒とかは特にやっぱもう右も左も分かんないし、あの、うん、社員寮みたいな借り上げのマンションに住んでたので、本当に同期と夜な夜な、うん、あのどうする企画とかっていう本当楽しかった3年間めっちゃ仲良かったし、うん、みんなで診察乗って企画叩かれて、うん、うん、とかって言いながらまた夜頑張ってみたいな感じは、うん、なんかそれはそれでその時にすごい良い思い出だったし、うん、みんなでご飯作りながら食べてみたいなのは、うん、結構人にはずっと恵まれてたのでっていう感じですかね。で転職後、うん、コンサルの時も絶対忙しいからって思って実家に私は帰ったので、あのあいそいそとで、まあ、東京の近くだったっていうのもあるので、うん、なのであのめっちゃケアされた環境でめっちゃ働いたので、うん、なんかまあそれはそれですごいありがたい環境で、うん、それだから仕事だけにコミットができたっていう感じですね、うん、で多分フェーズとして結婚したタイミングでやっぱ自分のこともやりながら仕事もやるってなると超大変だなってなって、家族の時間も取らなきゃいけないしとか、ご飯作った方がいいかなとかってなって、あこのままじゃ無理かもっていう感じだったので、なんか実家の時はそれこそ洗濯とかお風呂とか全部やってもらってたので、なんかほんと仕事だけに集中できてたっていう感じなので、まあその時その時のライフスタイルに応じてっていう感じですかね。なんか自分でまたこうベースを整えるってなると 100% 仕事っていうのは、まあ自分夜6時にはみんなでご飯食べたいっていう思想が強いので、うん、6時には家に帰ってご飯を食べれる仕事がしたいみたいのは前の会社の時もすごい
思ってたのが、まあ、なかなか難しい、6時に家に帰ってじゃあ何時からご飯作るのみたいな話になっちゃうに、それはちょっと難しかったのでちょっと違うかなとかっていうのは、まあ、デンマーク行ったこともきっかけで、はい、あそういうことができる選択肢も人生あるんだ、どっちが良かったかもみたいな感じで、あのシフトしていったっていう感じな気がします。やっぱそうですよね、なんかライフステージ変わるタイミングとかでもなんか考え方とかどういう生き方働き方していくかみたいなところってやっぱ考えますよね、うんうん、でも楽しかったですけどね、いやすごい分かります分かります、すごい楽しかったし、うん、たくさん飲んでたしみたいな感じで、それはそれですごい、うん、今でも上司とかあの、うん、東から遊びに来てくれたりするんですけど、うん、転職とかの、うん、それはそれですごい嬉しいし、あのつながってはいるのでっていう感じですね、うん、あのそれが続けられる人も、うん、例えばそれはそれすごい尊いので、うん、そこまでにはいけないかなっていうのも結構、うん、リアルなところな気がします。すごいこうガツガツ成果主義だった会社で最後は働いた時に、うん、そこまで私はきっとコミットしきれないなっていうのも分かったから、うん、あの早めにこう違う方向に行ったっていうのもあるので、そうですよね、20代すごいお二人とも頑張っていろいろと吸収しまくってあの仕事たくさんやられたからこそ、なんかある程度充実感はそこでもう一旦リセットされたというか、なんか次の生き方だったりとか、なんかねもうちょっとライフスタイル変えるにあたってじゃあどういうことやっていこうかみたいなのっていうところなっていったのかなみたいなところ、あのお二人の話聞いて思いました、うんうん、あの生き方についてみたいなところを話伺えたらなと思ってます。実際あの東川町に移住されて起業されてっていうところではあると思うんですけども、なんかまあそこからどういった、まあ、暮らしだったりとかでもいいんですけども、どんな生き方していきたいかなみたいなところぜひ伺えたらなと思います。今こうパッと 思ったことをあ、でも私はあるんですよ、あの、うん、明確に可愛いおばあちゃんになりたいんです。可愛いそう、安井さんのこう思う可愛いみたいなのはそう、でもそれが結構肝だなと思って、うん、可愛いおばあちゃんっていうのって、うん、あの別になんかこうすれば可愛いおばあちゃんになれるマニュアルがあるわけじゃないと思うんですけど、うん、やっぱりなんかこう、あ、年のなんかこうシワとか、なんかこう生き方とか笑い方がすごい素敵だなっていうおばあちゃんっているじゃないですか。いや、います、います。わかります。めっちゃわかります。かわいいなとか、はい、素敵だなみたいな。で、それは見た目とか、なんか風貌もそうだし、あの話す内容もそうだし、なんかこう生き様もそうだしみたいなのを、こう掃除してっていう感じなので、結構難易度高いですよ。ですよ。そう、高いと思ってて、だからそれがあるから私永遠にあの、あ、なんかまだまだなんかできることあるなみたいな、やっぱり暮らしはもう少し豊かにしたいなとか、なんかこう周りにいる人たちは大事にしたいなとか、なんか仕事もなんかこう自分の哲学持ちたいなみたいなところが究極の目標であるって、なんかそれを見据えて生きてます私は。今の時点でその可愛いなと思うあのこう目標とするおばあちゃんは実際にはいないんですよね。そう、なんかあの、はい、この人っていうよりもなんかこう、うん、相和、なんかこう出会ってきた人とか、はい、なんかこう本で読んだりとか旅行してる時に、はい、可愛いみたいな感じの相和です。はい、うん、分かる。でもすごい意外でした。ごめんなさい。いいですよ、いいでしょって書いてそうそうそう、すごい素敵ですね。あ、私がその可愛いなって思うおばあちゃんの、うん、知りたい知りたい、が老いをネガティブに捉えてないというか、あ、分かる、うんうん、老いていくのが楽しいじゃんっていうのがなんか雰囲気とか、うんうん、考えとか話してみて分かる人はすごいなんか、あ、今日があるなというか、うん、可愛いなっていう風に思います、うん、なんかそういう人って結構割と愛嬌あったり可愛い、あ、分かる、おばあちゃんな気がするので、うんうん、なので今安井さんのお話聞いて、うん、どんな人なんだろうなっていう風に考えると、うん、なんか老いを楽しんでるおばあちゃんって、あ、いいですね、いいですね、思います、はい、
うん、千穂さん、これあの可愛いおばちゃんラジオやりましょう、ぜひ。やりましょう本当に全国の可愛いおばちゃん集めたいよ。いや確かにね、うん、話すごい話めっちゃ脱線して申し訳ないんですけど、うん、私もおばあちゃん可愛いおばあちゃん大好きなんですよ、うん、実は街そうなんですよ、あの街行くおばあちゃんで、うん、腰の曲がってるおばあちゃんとか、うんうんうん、でもなんて言うんですかね、こう愛らしいおばあちゃんいるじゃないですか、もう抱きしめたくなるんですよね、うん、抱きしめちゃダメ危ない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 、だからすごいなんか、うん、あの安井さんにその話聞いて同じ分かるとか思って、あ本当ですか一緒だ、めっちゃ共感しました。おばあちゃんいいですね、確かに可愛いおばあちゃん、可愛いおばあちゃん、いいですね、ありがとうございます。どなたさんは、あのもともとはあの、さっきちゃんと会社辞めようみたいな話をした時も、このままだとすごい顔怖いおばあちゃんになりそうだねみたいなのはその共通言語として思ったので、あの可愛いおばあちゃんみたいなみたいのは、多分目指してるものは似てるようで多分また全然違うおばあちゃんに多分似ると思うんですけど、感覚としては似てる気はしますね、はい、なんか情景としてはちっちゃい頃からでも、あの全然社会人になる前から思ってたことは、ヨーロッパとか行くと結構おじいちゃんとおばあちゃんが手つなぎながらこう歩いているっていう姿が普通に日常としてあるので、なんかそういう感じですごく仲良くおじいちゃんおばあちゃんになっても仲つむ仲良くいられる人がいるといいなとは、なんかすごいちっちゃいながらめっちゃ思ってましたね。手つなげるとかいいな、おじいちゃんおばあちゃんになってもみたいなのは、多分私の中で大事なビジョンっていう感じですね。なの で, いいです、ね、自分自身がっていうのもあるんですけど、結構パートナーとっていうところも大きい気はします。わあめっちゃ素敵ですね。日本だとなんかその手つないで年配夫婦に関して、なんかそれが素敵って思える世代の人ってあんまりなんかなかなかいなくないですか、ね、なんでなんですかね、なんでなんですかね、わかんないんですけどね、たまにいますよね、でも地方とかそれこそなんかウォッチしてます公園とかで、あーいいねみたいな、都内とかにもいらっしゃいます、たまに、でもたまにだと絶対東川町の方が多そうな気もするんですけど、でも東川町歩かないもんね、そうそうそう、これはね北海道あるあるですけど、そうなんですよ、歩かない、いやしかもちっちゃいから私ちっちゃいの大好きなんですけどめっちゃからかわれる、昨日もちっちゃいで歩いたね仲いいねとかって、あそうなんですね、こっちの人普通まず歩かないから車乗らなくなりたくないんで、車ですもんね、そう、そもそも手をつなぐことができないんだと思う、いないんです残念ながら東川町あー面白い、なるほど、勝手にそう歩いてやるって思って歩いてます、うん、東川町そうなんですねそう冬はそもそもそもね歩けない、冬に歩けないですもんね、ちょっとね命の危険もねちょっとあるかもしれないですもんねそこまでね、そこまでじゃないですかなるほど、なんかあの私個人的に結構そのノートの記事とかをあの読ませてもらった時に、トマタさんのメンバー紹介の記事内で小川糸さんのお話が出てきたじゃないですか、私もすごい好きなんですよ、いや嬉しい、最近糸ファンにすごい合うから超嬉しい、あ本当ですか、小説もねあの読んでたんですけど、あの私もご紹介してた本がこれだけで幸せ、うんうんうん、すごい好きで、いや大好き、そうそれこそ本当になんかちょっとずつ好きなもの、うん、あの家に集めてすごい毎晩ニヤニヤして、いいですよね、なんかああいう暮らし方もすごいいいなって思いますよね、なんか好移住されて、そうですねそうですね、でもそれこそ早起きになったのは糸さんの影響が大きいです、ね、朝日とともに起きて日の出ですね、その日がなくなったら寝るとみたいなのは、あの糸サンデーって言いながら本当にやってたんですけど、最近なくなっちゃいましたけど、でもなんかそういう暮らし方からこう自分を変えていくみたいなのは憧れですね、あのまだおばあちゃんじゃないので可愛いおばあちゃんではないですけどそう、でもなんかすごい素敵な生き方だなって見てます、そうですよね、なんかすごいあのお二人にめっちゃその共感ポイントが感じることができた今収録だなって今すごい自分で思ってます、ありがとうございます、嬉しいです。今後の展望みたいなところのお話
なんですけど、2024年から学び場から学び屋にいよいよ校舎を持つという話を動画内でもお話していただいたんですけど、今後2人が実現していきたいこと、仕事もプライベートもどちらもお話聞ければなというふうに思っています。トマタさんからいいですか？はい、仕事、そうですね。でもやっぱ校舎オープンするのは私たちにとってはすごい大きい、変化な気がするので、コンパスも今創業して3年ちょっとっていう感じで、第0フェーズから第1フェーズか第1から第7か分かんないですけど、新しいフェーズに入っていくなっていう形なので、なんかやっぱ場所があると重ねていけるっていう面白さがあるかなっていう時に、今まではやっぱコースをやってる時にしか学び場がないっていうところが、学び屋っていう校舎があると、卒業生もそこでなんかいろんなことできますし、地域の人もそこで何かできるし、もちろんコースもそこでより豊かになんかいろんなものがこう重なっていくみたいなところの、歴史が重なっていくみたいなところの、最初のフェーズ、来年かどうしようかなみたいなところはちょうど今話しているので、単純に楽しみだなという感じですかね。なのでそれに合わせて自分たちもプライベートっていうのは、自分も含めてなんかこう楽しみながら、でもまだ未完成っていうか、多分一生未完成なことは変わりない時に、なんか未完成のままだけど自分たちの価値ってなんかどういうことなんだろうねみたいなことは、なんか毎年毎年ちゃんと対話をしながら、こんな風にしたいねとか、次はこんなことできるみたいな、そのただ学校を作るっていうよりは多分他にもやるべき活動あるなっていうところは3年やっててすごい感じているので、なんかその学校のコースを実現するみたいなことを最初はすごい思ってたんですけど、やっぱ全然テンパークと構造が違う時にもう少し幅広く活動していきたいみたいなところは、なんか衝突として今私も芽生えてきているので、なんかいろんな人と対話をしながら、いろんなことやっていきたいなという感じです。いいですね、ありがとうございます。プライベートの方も家の方もそうですね、楽しみながら作っていければいいなっていう感じです。はい、もう伊藤さんのような暮らし方だったり、好きなものを集めたりとかっていうのも徐々になんかしていけるのではっていうふうに思ってるんですけど、いいですね。ちなみに家は何 LDK なんですか？不思議な家の構成を設定、ちょっと説明すると30分ついちゃうから、また次回すごい不思議な家を建てましたってことで、すごい気になっておきます。すいません、これあれですね、また取材に行かねばですね。そしたらぜひぜひ、はい、ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。安井さん、でもなんか未来の話はカオルと一緒ですね、そこは。同じで、なんか、これをやってる時に3つのことを大事にしていて、まず1つ目はフォルケホイスコーレを東川で作る、これが結構時間かかると思うんですよ。作り上げる恋事例を1つ作るっていうのと、でそれと同時にやっぱりこういう選択肢がまだまだ世の中に当たり前になってないので、すごいまだまだ誰もが取りやすい選択肢じゃない時に、私がデンマークで見た光景は誰もが知っていて、だから必要だなと思った時にそれが選択できることっていうのが素敵だなと思ったので、こういう選択が取れるような寛容社会にしていくための働きかけをするみたいなところが2つ目で、ただこの1つ目も2つ目もすっごい時間かかると思ってるんですよ、2人とも。でこういう教育とかましてなんか新しい文化を作ることってなんかすぐにできることではない、ですぐに成果を追い求めようとすると私たち自身が結構しんどくなっちゃうから、結構早めになんか私たちの世代で完成するみたいなのを諦めていて、でデンマークも180年かかってるしみたいなところでいくと、なんか今の時代から逆行するかもしれないけど、できるだけ長く楽しく続けるための工夫をするみたいなところが3つ目。なんか続けることが目的になってはいけないよって思ったりすると思うんですけど、なんか続けないとわからないことも出てくるかなっていうところの立場に立っているので、なんか私たちが欲しいっていうふうに思ったもので、なんかそれを作るために私たち自身がこう削られていっちゃうのは本望じゃないので、なんかね、こういうなんか生き方とか、なんかやり方をしてすごく幸せだなって思えるようなプロセスの歩み方をしていくみたいなところとかも、心がけてます。でそれのなんか一つにプライベートも入ってるっていう感じですね。
前編後編ともにお二人からたっぷりと東川町の魅力やどんな町なのかお話が伺えました。総じてなんですが、東川町が気になる町になりましたね。私自身、仕事でもプライベートでも町に行くといろいろな人に会うのが楽しみなので、トマタさんがおっしゃっていた東川町には東京にいてもなかなか会えないような個性豊かな人たちがいるというワードに実際に行ってみたいなと思いました。来年にはコンパスの校舎ができるということで楽しみですね。ちょっと立ち止まって自分自身を見つめ直したい。今後どんな地域でどんな人生を送っていこうかななど、今の暮らし方や働き方に少しでも疑問を感じている方は、概要欄のスクールフォーライフコンパスのホームページをぜひチェックしてみてください。次回は来年の1月に配信予定です。北海道阿修羅町で狩猟とゲストハウスをしている移住者さんご夫婦にお話を聞いてきました。ぜひお楽しみに。今年も残りあとわずかになりましたね。皆様、良いお年をお迎えください。それではまた晩御飯のお時間に。